予定に持っていただきまして、正面向いていただければと思います。新年明けましておめでとうございます。女子レスリングの遠坂絵里です。去年は初めて世界チャンピオンになり、非常に充実した年になりました。今年は世界選手権連覇を目指し頑張りたいと思います。女子レスリングの伊調香織です。今年の目標は、今年30歳になるので、レスリングの面では、30歳らしからぬレスリングスタイルを築き、スピードある、面白いレスリングっていうのをもっともっと作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。女子レスリング、吉田沙織です。昨年は、いろいろお世話になりました。ありがとうございます。今年は新階級になって、いろんな挑戦が待っていると思いますが、自分の新しい階級で、世界チャンピオンになれるように頑張っていきますので、変わらず応援のほどよろしくお願いします。